清水、うん、怖い。うん、ここは高い打点、もげみが、うん、ここもさベテラン清水、あ強烈カンタパットが返しました。勝が上げる、あ速攻です、成功と、うん、これはギリギリアウトになりました。軸序盤は一進一退、清水か山内のサーブ、ここは速攻かけて、2アタックで、うん、ここはよく返しました。クビヤク拾った2つ、クビヤクが今度は左手、うん、おお、伊丹吉もここは決めていきました。優雅、はい、これはアウトになりました。そうな表情です、伊藤博樹、クビヤクもさ、ここもミス、モベニー、さあ今度はカンタパットを使いました。ああ方向をうまく変えていきました。ああ深津から、これは読んでいましたが、今度はフェイントだ、無限、さあ2点差、大分三好としてはここでというところですが、さあもげにところです。あーしかしサーブミスでテクニック主導権をじわりじわりと握っていく、そんな試合展開になっています。ここまでフェイントで返す大分三好ですが、落ち着いています。クビヤクが V リーグ男子パナソニックアリーナ、クビヤク返して、さあ大分三好、もげに打点の高いスパイク、もう一回いけるか、今度はカンタパット、もう一度もげによく拾っています。パナソニック、クビヤクがフェイント、いや大分三好相手にまずゲーム1、少し広がりつつあります。これはちょっとネットタッチがありました。大分三好粘れるかというところですが、小宮、ああしかしここは175センチと、決して上背はジャンプ力、バネの力、あ長野が上げていく、あ最後は
モゲニー、うわー、これはもう試合中盤から後半にかける流れになっています。渡辺が入りました。渡辺総合選手、愛知県岡崎市出身です。196センチの長身、リリーフサーバーです。あー、しかし一人で飛んで遠目で決める。あっと、なんとか上げてクビアク、見事、ここはしかしモゲに強烈なサーブですが、ここはよく1枚で止めた。大井と伊藤が上げる。あ、これはうまく打っていきました。カンナパット、うまく入る。パナソニックは山内。さあ、これネットを挟む攻防になって、深津が上げて、クビアクが打ちました。つなぎます、クビアク。あー、これも ここはブロックを弾いていきました。カンタパット、大分三好の得点。あ、大分三好、ここでリリーフサーバーが入りました。20番の長尾俊明、東亜大の出身です。クビアク、打点が高いが拾っている。大分三好、フェイントで返すが、あー、これはパナソニック返せます。うわー、クビアクが モゲに拾っている。長野が上げる、清水が打つ、ブロック、もう首役が行くが、これは決まりました。パナソニック、このセットもパナ